皆さんこんにちは、はーちゃんです。今回はコートの紹介をしていきたいと思います。去年も購入品でコートを紹介したかなと思うんですが、今年はどこで買うんですかっていうのも結構インスタの DM とかで来ていて、届いたら紹介しますっていう風に言ってたんですけど、ネットで頼んで届いたので紹介していきたいと思います。ご興味のある方はよかったらぜひ最後までご視聴ください。ではスタート。はい、というわけで今年はどこで買ったのかということなんですけれども、クローゼット紹介の時に去年買ったグレーのコートをねちょっとお見せしたかなと思うんですけど、今年は白が欲しいっていうのを多分その動画かなで発言してるかなと思うんですが、今年は白を買いました。はい、有言実行。それが欲しいと思ったらそのものを買う人間なので発言通り白を購入しました。で、今回購入したのはリズリサです。コートの値段が 16,800円プラス税でした。今回こちらを購入したんですけど、このコートはこんな感じでたくさんリボンが入っていて、可愛いリボンになっていて、後ろがこういう風にピンになってあちこちにつけることができるんですよ。こんな大きいリボンも入ってます。大きいのをこういうね首元につけたりとか、小さいのをこうサイドの襟につけたり、あとポッケとかどこにつけてもいいっていうもので、まあ、ちょっとねここにつけるの飽きたらこっちに変えてもいいですし、大きいのちょっとこれじゃ大きすぎるなっていう方はこれだけつけてもいいし、もちろん何もつけなくてもいいんですが、こうやって取り外しができるのがいいなと思ったので買いました。いろいろ悩んだんですけど今年はリズリサのコートにしました。では着ていきたいと思います。はい、まずアップで見せるとこんな感じですね。ここがすごい首元がふわふわです。で、ここにこうやってリボンをつけてもいいよっていう感じです。こういう感じのボタンになっていますね。で、ここがハートになってます。はい、コート着てみるとこんな感じです。下にフリルがついているコートで4つボタンがついていて、ボタンを閉めると下の2個はパッチンになっているので、こうパチッってボタンじゃなくて止めるものになってます。まあ、このままでも可愛いんですけど、リボンをつけるとさらに華やかになって可愛いかなと思います。ここにリボンつけてもね可愛いですよね。ここに一回つけてみたいと思います。つけてみました。可愛いですよね。とっても丈がすごい長いわけじゃないのでロングコートではないんですが、私はこれぐらいの丈が好きなのですごいお気に入りですね。この手のモフモフがもうめちゃくちゃあったかくて、首元と同じ素材なんですけど、ここがすごいあったかい。クリスマスイルミネーションとか見たいですね。まあ開いていないんですけど。はい、というわけで今回は今年買ったコートの紹介でした。この大きいリボンを真ん中につけてもねもちろん可愛いので、気分に合わせて場所変えたりしようと思います。これは白以外にも黒とピンクがあってとっても可愛かったので、ぜひ皆さんもお揃いだったり購入の参考になったら嬉しいです。この動画が少しでも参考になったよって思ってもらえたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、メルカリもやっておりますので、よかったらそちらのフォローもぜひぜひよろしくお願いします。ではバイバーイ。白いコートってやっぱり可愛いよね。めっちゃあったかいです。